ビル様、何かコメントは？来るぞ。今は様子を見ましょう。何せあのような悟空さん、私も見るのは初めてです。だった力の差を孫悟空が一瞬で飛び越えたのだ。確かだ。そして弾かれるたびに早く鋭く重い刺激を地面に与えている。身勝手の極意。あの熱さ、どうなりますかね。思い知りやがれ。
が起きたんだ。まぐれだ。今のはまぐれに決まってる。まぐれは二度は怒んねえよ。今度こそぶち込んでやるぜ。舐めてきた気がするぞ。身勝手の極意。やはりこの勝負大変興味深い。注目ですね。パワーアップしたみたいだけどよ。あんな攻撃では私を倒すことはできねえぜ。その感じ気に食わねえな。今度こそあんたをぶちのめしてやる。覚悟しろよ。行くぜ孫悟空。
そんなもんか。おそらく攻撃に移る際、身勝手の極意を使いこなせていないのでしょう。次の一撃で決めないと体力も持たないかもしれませんね。次で終わりにすんじゃ。あの技をまともに食らった。いくら悟空でもケフラのやつ、全ての木を使い尽くすつもりか。超えた悟空の肉体が再び身勝手の極意を呼び起こした。果たして最後に武舞台に立っているのはジレンか、それとも悟空か。
もはや誰からの助けもなく、回復の手段も残されていないこの状況。次にあの瞳の輝きが消える瞬間、それは全ての決着の時。正念場です。ジレンに孫悟空、これまで神々を驚かせ続けてきた二人の決戦、皆さん一瞬たりとも見逃すまいといった様子ですね。攻めようとする瞬間、頭を駆け巡る様々な思考、そして判断。身勝手の極意において、それらは技を鈍らせ、本来あるべき威力の発揮を妨げる枷となる。このまま一撃も有効ダメージを与えられず、いたずらに時間と体力を消費するのは避けたいところですが。カメハメケフラを倒した戦法だ。苦肉の策じゃが、あれに立てるほかあるまい。そして力の底、一度の手合わせ、そしてケフラとの戦いの観察で、すでに見極めていたか。Thank you.
空さんは今ただひたすらジレンに、いえ戦いそのものに全身全霊をぶつけ続け、己を熱く激しく燃え上がらせているのです。宇宙の消滅、力の差、迷い、焦り、恐れも、その炎の中でムード乖離、感じられるのは己と相手、そして戦い。やがてそんな認識すら霞んで消えゆくほどに、熱く早く本能よりも深い領域を突き進む、その先にこそ早く終わらせろ。ジレンの攻撃も勢いが増している。これでようやく全てが。火花、お、あれは剣圧同士のぶつかり合う衝撃。孫悟空、やつの動きが守りから反撃に転じ始めているというのか。確かな一撃、そして俺を倒すためにここまで高めたその熱さ、答えねばなるまい。これほどまでにジレンが高ぶるとは。この圧力、我々まで押しつぶされてしまいます。構わぬ、何がどうなろうと勝てばいい。避けることも止めることも叶わぬ絶対的な力で確実に仕留めるのだ。
はい。悟空はとうとうたどり着いたのだね。はい。まったく本当になんてやつだ。あの姿、あの輝き、あれが、あれこそが完全なる身勝手の悟空。からが本当の勝負だ、ジレン。孫悟空。そしてあの二人の戦いがどのような決着を迎えるのか、大変興味深いですね。苦戦してたジレンを圧倒してるぞ。さすが父さん。これならば我々第七宇宙の勝利は間違いなしですね。
残っているとは、しぶといやつ。ジレン！